はい、皆さんこんにちは、あちでございます。フォールアウト3アクトですね、やっていきたいと思いますね。ちょっとね、胸くそ黒があるんでお気をつけください。なかなかね、面白かった感じですね。レギュレーターのロングコートは全然ダメ、つかみにならないんで、こんなもんでいいかな。3人でしたよね。ヤオグアイさんが途中から参戦してくれたんで面白かったんですけどね。私がローせず、対してローせず、まあもやお具合さんと戦うのでちょっと大変だったかなという感じで、一度ね、あそこに帰らせてください、メガトンね。あ、でね、あとね、コメントでいただいたんですけど、メガトンの入植者でメスメトロンの練習ができるんですか。いっぺんやってみましょうか。そういうのをいただきましたよ。さあ、ちょっとラードと放射能と体力をリセットしましょう。で、何が足んないかな。まず四式刃を作ってみましょうか。足らないのはパイロットランプ。パイロットランプだけですね。よし、じゃあパイロットランプを取っていきましょう。パイロットランプ、あるね、4つ。一応もうみんな持ってって、シシケバブ。なんか取っちゃったよ。取っちゃった。シシケバブ作りました。で、シシケバブ。何足んない？芝刈り機の刃が足んない。芝刈り機の刃が足んないですね。で、私が持ってる、売りに行こうか。ぬかコーラカンダム先置いておこうかね。ぬかコーラカンダムね。で、芝刈り機の刃をね、よいしょ。で、これでまたシシケバブ作れるでしょ。ぬかグレーデンで選んじゃった。ボトルキャップチア作れる？作れたね。作れるね。何が足らない？ランチボックスね。ランチボックスが足んないか。はい、シシケバブ作れましたよ。オートバイ、そうだね。タンクが足んないんだね。で、まず、アイテムね、シシケバブ。コンバートショットガン、これで作っちゃおうと。で、シシケバブね。めちゃくちゃいいわ、これ。やっぱ私高いからね、あの能力がね。シシケバブめっちゃいい感じですね。で、あとランチボックスか。ランチボックス、あるね。10個もあるわ。じゃあこれを使うと、ボトルキャップ地雷ね。はい、まだ作れますよ。まだ作れちゃいますよ。いっぱい作れますね。まだいけますか？はい、これでね。じゃあ、とりあえず、材料は片付けましょう。おもちゃの車ね。オートバイのブレーキ、コンダクタ、パイロットランプ、ランチボックスね。で、レンチは売ろう。芝刈り機の刃ね。で、こんなもんかな。で、今度、こっちにシシケバブを入れましょう。先にシシケバブ取ってきて、こっちのシシケバブの方がダメだね。となると、シシケバブも預けちゃおう。で、あと、ランチ、ボトルキャップ時代だね。ボトルキャップ時代も全然いらないです。十分いけますので、あとグレネード9個もいらないね。で、持ちすぎちゃうとね、えらいことな、もう大変なんでね。さあ、これで、はい。またなんか取っちゃった。もういいや、ガンガン取っちゃおう。ラードの完全浄化ね、もう取ってみんな売っちゃおう。はい、さあ寝ましょう。今が6時、2時間寝たらモイラさんの店開くでしょ。よし。で、あと入植者の方をメスメトロンで
やっちゃいましょうね。廃棄部品をまず、あ、いたね。撃ったらどうなんだろう。逃げられないわよ。お、どうすんのこれ。あれ、どうしたんだっけ。どうしたの。あれ、うん、気分が悪い。あ、おお、手品を見せてちょっと貸してほしいものがある。あんたに会いたがってると思うんですが、この首輪をつけなの方へのすぐに帰る。あ、この首輪をつけな。まあ、これ何、重い。まあ、友達って誰、私が知っている人たち。え、パラダイスフォールズの奴隷商人によろしく伝えろ。早く行かないと頭を吹っ飛ばす。悪いことはやない。ポケットの中身を全部出せ。首が爆発するまでパラダイスフォールズに行け。すまない、すまない。いやー、悪党だなこれ。パラダイスフォールズ奴隷商人によろしく伝えろ。早く行かないと頭を吹っ飛ばす。はい。奴隷商人、私奴隷、なんでこんなことに。あ、行っちゃった。おー、やばい。やばいねこれこうなるのか。はは、で、私一回パラダイスフォールズ行かないといけないよね。というのも、まあ、モイラさんのとこは諦めましょう。ちょっとね。おお、デンジャー。ああ、完全に私に敵対してるね、あれね。みんな慌ててるから。逃げてるからね。多分あまり話しかけない方がいいんでしょうね。あ、休めるということは移動ができますね。さあ、じゃあね、あ、まずパラダイスフォールズ行かないといけないのかな。首輪が多分ない気がします。首輪がなくなったかな。多分そうだよね。取りに行かないといけない。あー、でも一撃でいいんだ。あー、なかなか、うん、いい勉強になりました。で、あとここ私も悪名高いから入れるんですね、数ね、数で。あんたが送った最後の奴隷を数えたよ。あんた奴隷のことはうまくやってるな。その調子で頑張れよ。新しい首輪とキャップだ。なるほど258番。あ、もう行かないと。そうだな。で、中に入れるんですよね、私ね。あ、すごいなこれ。もう私も立派な奴隷商人ですよ。いやー、こっちは？ここでブラブラして。あ、なんだ？これは奴隷商人なのね。さあ、じゃあね、じゃあテンペに行きましょうか。俺に一体何の用？なるほど。いや、私も奴隷商人デビューしましたよこれで。さあ、あとはテンペにを解放する前に、彼女ですね。あの要領でやればいいんだよね。だから私的にね、ダメージを与えて瀕死にしないといけないっていう、あのね、モンハンの罠と勘違いしてたかなと思ってたんですけど、そんなことはいらないみたいですね。ちょっと待て、落ち着け。はい、もう私入れるんでね。さあ、じゃあ行っちゃいましょうね。目的の人を見つけましょう。さあ、あなたは誰？ここにいれば安全ね。あ、テンペに居住者。彼女も連れて行けんだろうね。ミスターテンペ、ミスターテンペニーとタワーがなかったら俺は絶対に死んだ。ここにいれば安全ね。ああ、で、彼女は？うん、誰がここに？あ、これだ。マリちゃん、誰がここにいていいって？許可がないなら出て行きなさい、ひどい目に遭う前に。うん、
迷子でもなんかなければ女の子でもない、それに悪い人間でもない友達になれると思う。見たところこれで悪化することはなさそうだ。あ、もう上にしましょうか。とりあえずいい人気取っておきましょう。私にそんな口の聞き方して、まあいいわ。いいのね。あんたムール何匹かやっちまえるぐらいタフなの？うん、そういう意味なら腕に覚えがないわけじゃない。はい、グールのことを知れば悪い奴らじゃないことがわかるはずだ。あ、まあこれ言っときましょうか。そういう意味なら腕に覚えがないわけじゃない。いいこと言うわね。あんたみたいなタフな女に会ったことあるわ。ここに必要なタイプよ。チーフグスタボと手下たちは脳なしなのよ。グールは何度でも戻ってくるの。またすぐに誰かが怪我するわ。うん、今まで地下に行ったことは脱出用トンネルがあると聞いた。ああ、なるほど。ああ、はい、今まで地下に行ったことは脱出用トンネルがあると聞いた。ええ、メトロトンネルに続く非常通路らしきものがあるって。トンネルなんかに入るのは最悪の緊急事態の時だけよ。いろいろ気味の悪い生き物がいるんだから。もっと知りたいならチーフグスタボに聞いて。彼しか鍵を持っていないと思う。ありがとう。近所にグールがいたらどう思う？脳なしグールたちと同じ屋根の下で暮らすのはごめんよ。うん、あのグールたちだったらそう悪いやつじゃない。あ、グール最低の生き物だ。あ、今日見ないにしときましょう。あなた自分の厚かましさ知ってる？うん、みんなの心配の種がグールなのは間違いないんだな。天平にタウンの住み心地は、あ、これにしましょう。ウェイストランドよりいいよ本当に。私時代遅れのデブたちとは違うでしょ。自分で稼いでいい生活してるのよ。頑張ったんだから。うん、じゃあもう行かないと ね。彼女だね。ああ、彼女をつけていきましょう。鉄砲持ってる人いるね。あ、彼なんだろう。これ以上もハーバート・ダ・シュートだ。会えて嬉しいよ。冒険野郎と呼んでくれ。冒険野郎いましたね。いや、冒険野郎そのね、恥じない過去があるんだろうね。GNR のラジオ放送を聞いてたか。ハーバート冒険野郎ダッシュウッドの冒険を。あれはわしだ。わしの若い頃の話がモデルになってるのさ。わしにはグールの従者さえいたよ。聞いていいかな、グールに会ったことを。うん、もちろん。グールのことはよく知ってる。仲間も殺したグールより嫌いなものが一つある。それは命令してくる年寄りだ。確かにグールと会った。俺たちは必死に生きようとしている人たちだ。あ、彼らはか。あ、確かにグールになった。彼らは必死に生きようとしている人たちだ。あこれでもいいけどね悪党だからこれにしておこうか。ゴールより嫌いなことは一つある。それは見ると勝利だ。行きましょう。お前さんが子供じゃなかったら老いぼれに何ができるか教えてやるんだが。あ、終わっちゃいましたね。まあ悪党だからね、仕方ないですね。何か言うことがあるのか。テンピニタワーの地下について教えてほしい。これですね。発電室のことが一体どうして知りたいんだ。あそこは完全立ち入り禁止だぞ。うん、ただ興味があるだけだ。そこに何か隠してるのか。何でもない。聞いたことは忘れろ。あ、ただ興味があるだけだね。トンネルに抜ける非常口がある。爆弾が落ちた時のためだ。メトロの蓄積網から電力を流用して発電機を動かし続ける。うん、何にも触らないと約束したら中に入れてくれるか。自分はバカじゃない。何も壊したりしない。邪魔してすまなかった。自分はバカじゃない。何も壊したりしないにしましょうか。お前が自分をどう思うが知ったことじゃない。ここには入れられない。あら、俺が鍵を持ってる。だがお前には貸せない。一度なくして新しく作り変えたんだ。テンペニーから文字通り噛みつかれたよ。なので諦めな。なるほど。ああ、これグールの問題に手を貸してやってもいいか。どうなんだろう。俺たちの会ったロイ・フィリップスと他のグールたちはそんなに悪そうに見えなかった。あ、彼らに会ったか。テンペニターの発電室には近づくなよ。ということはこの人から盗むか、かこの人をやっつけるかだな。っていうとこですね。バカなことすんなよ。はい。じゃあ彼女。あれ、これ彼女じゃないね。
彼女こっちの方に行ったような気がした。あ、いたね、なかなか一人になってくんないね。マイケル・ホーソン。マイケル・ホーソンだ。あんた誰だい。それよか、あんたが誰だろうが俺に関わりあるか。いや、有名人じゃないか。いつかゆっくりと話と話でも、あんたにとって自分は悪夢となる。あんたにとって自分はこれって言いましょうか。そうか、だったら飲みに誘わなくても悪く思うなよ。まったく、あんたはグール並みにつまらないやつだよ。やつらここに入り込もうとしてるんだぜ。グールと戦ったことはないよな。ん、自分はグールを扱う専門家だ。グールと気が合ったことないとしておこう。グールを憎む必要がない理由がある。ああ、グールと気が合ったことないとしておこうにしましょうか。あいつら愛想がないよな。そうだろ。もしたらふく飲ませてやったとしても。うん、地下について知ってることは。それからトンネルのことは。あ、これ聞きましょうか。地下施設のトンネル、よく知らないな。待てよ、確か災害か何かの時に使う避難トンネルがあったぞ。それとも発電機だったかな。あのじいさんに聞くといいよ。ラジオ番組で有名な、ほら、なんて言ったっけ。冒険野郎だ。冒険野郎ダッシュと。この土地は隅から隅まで見て回ってるから、トンネルのことも知ってるさ。さっき悪態ついたんですけどね。もう行かないと。乾杯。話してみる。あ、この人はまた違うね。私は同志チェン、皆から慕われるリーダー、コミュニティの輝けるしもべ。何かお困りですか。うん、市民の義務が分かってる人と会うのはいいものだ。おお、指導者は必要ない。良識があればそれでいい。あ、なんだってってか、あ、なんだって。あまり快活な方じゃないな。だが心配するな、どうしよう。コミュニティの中ではどんな人間にも小さいが重要な役割がある。例えば侵入してこようとするグールの問題について話し合う委員会を組織してるんだ。グールについて何か知ってるかい。委員会では問題を処理しきれないだろう。力になれると思う。委員会は助けてくれない。無視するか全滅させる必要がある。グールのことは心配しない。あ、心配ない。リラックスで大丈夫。これにしましょうか。多分君が正しいよ。妻はいつもどれだけ僕がムカつくかってことを話してるのさ。うん、地下について知ってることを教えてほしい。発電機を地下に持っていることぐらいかな。それと非常脱出トンネルのようなものがあるらしい。ああ、誰に聞けばいいか分かっているかな。同志ダッシュウッドだよ。彼はこの場所のことは熟知してるのさ。うわもう悪態ついちゃったよ。どうしよう、ダッシュウッドさん。あ、椅子が邪魔。ダッシュウッドさんどこだい。あ、いないね。次回だなこれ。あとはこの人だね。この人ちょっとなんとかしないと。あ、違う、この人じゃないね。というわけで終わっておきたいと思いますね。あ、この人だね。フォールアウト3アクト、この辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。